その名前二度と口にするな。マッズのことか。見えな俺の体。いたぞあのガキだ。まずい、弾が標的で。子供を狙うなんて、お玉は私が守る。禁止登場スコーピオン、ポイズン。大富豪君ありがとう。イエイ、作戦大成功ですねご主人様。さあ乗ってください。あ、俺もできればお願いします。反論寝返り。カラクサワール制限乱客、そう乱客。俺を撤回と呼べばええか。六式 CP9 のメンバーが脱獄したと噂を聞いた。よくそんな事件を覚えてたな。脱獄した諜報部員、そうだ、それが俺だ。お前が七部会の一員の時にな、天才ロブルッチに引けを取らねえほど有望と言われてたんだぜ。ガガン。確かに見たことない六式。胸を張って麦わらの一味だと。ああ、わしは麦わらの一味ソーダ酒じゃ。13年前、政府の船で護送中の悪魔の身が奪われた。俺は赤髪の船だ。構わねえ、行くぞ。くそ、どういうつもりだあいつら。悪魔の身一つしか。何だってんだ。たかがゴムになる身だろ。麦わらのルフィが頭角を現した時、俺は驚いた。などやっている。落ちたもんだと言いてえのか。そりゃお互い様だろ。13年前、お前さんはゴムゴムの実の護送に失敗し、赤髪のシャンクスだがな、あいつのせいで俺の人生は狂った。ガガン。当時奴が被っていた麦わら帽子も高恨みも甚だしい。一方でゴムゴムの実を得たあいつは、そりゃ邪魔したくもなるだろう。カイドウさんにあっさり負けたようだがな、戻ってこれるはずがねえだろうがよ。ルフィは生きとる。お前の次にな、うちの船長に手出す気なら、それがわしの務めだ。ご将の頼みだ。エースさんを救いたいのだ。頼む。失ったものばかり数えるな。ないものはない。僕には仲間がいる。なあジンベ、俺の仲間になれよ。和の国で待ってる。必ず来い。かたじけない。死んでも死ぬなよ。ルフィ、戦いに間に合ってよかった。わしは戦う麦わらの一味ソーダ酒として。
ガガン。地上でも早く動けるんだな、ジンベエ。呆れたな。今時流行らん、魚人差別など。でっかい、ジンベエ。引きしろ、打ち水。なあ、おいお前、少し俺の話に付き合え。それに祈れと笑われた太陽の神ニカ。永遠に感じた投獄中、俺はそんな奇妙な伝説にもすが、お前が率いた太陽の海賊団元奴隷がいたと聞く。何か知ってんじゃねえのか。俺にそのニカの話をした監視は違う、奴隷の話には詳しいだろ。鬼ヶ原聖剣。力士に口を挟むなら、ちょっとお湯が熱すぎない？ねえ、しのぶちゃん、さっきから気になってたけど。ああ、あれはザクロ口っていうの。説明ありがとう。警戒心強いわね、忍者並み。でも大丈夫よ、敵は来ない。混浴。まあ確かに若い男なんてみんな。次は洗い場ね。え、彼がサンスケ、湯屋で背中を流してくれる人のことをそう呼ぶのよ。それじゃこれ持って。そりゃヤクザですし。花のヒョウゴロって立派な親分がいてな。花のヒョウゴロ一択であった。花のヒョウゴロ親分がいてくれたらよく集まって500人ね。そんなにすごい人なの？ええ、その他5つの里の親分にも顔が利き、20年以上も前の話よ。黒ずみ系の従属を拒み、オロチに殺された。その時オロチに仕える道を選んだ。なるほど、それで知り合いだったのね。しのぶちゃんかっこいい。ヒョウゴロ親分か、もはや伝説の人ね。だからお前がうちの海賊団に入れば。せ、嫌だ。ルフィ殿、随分カイドウさんやオロチに求愛されていた。俺はいいが、この若い人を助けてやっておくね。一つ。信じられぬ、本当にあの頃の姿。そこに誰かおるのか。桃之助様はご無事か。川松、川松か。生きておったのか。すまぬが雷蔵、まずはここから出してくれ。開かずの檻の前に誰かいるぞ。幹部島の鍵泥棒を発見。ムキー、絶対に逃がした。さて、鍵泥棒は奴らに任せて。よし。なんだ。ひとたび土俵を割ると、あのように内側から鋭い。あ、外れねえ。お前らは二人ひと組、武器あり数あり、首はなし。転生者苦労したんですけど。やった。むしろもっとやべえもんつけたんだが。おい、風船。風船、お前をぶっ飛ばしたら。なんだと。俺をぶっ飛ばすだって。笑わせてくれるじゃねえか。じゃあ準備して土俵に上がれ、野郎ども。デスマッチ、デスマッチ、デスマッチ、デスマッチ。似合って似合って。
怒った。次頼む。こいつらじゃ練習になんねえ。まさかの覇王色か。あんた。ん。あいつが来てから騒がしいな。とにかく京五郎親分は死なせるなよ。頼むぞルフィ太郎。さっぱりした。寄ってみましょうか。全員動くな。どうしよう。しのぶちゃん、狙いは私たちね。私の後ろに隠れて。全員一列に並び足を見せろ。湯船に入っている者も全員出てこい。出てこい。いえ、隠れてたつもりはなくて。お前は。うおー、すごい威力だ、ナミさん。ナミさん、ナミさん。サンジ、なぜここにいるの？何あの格好。おい。どこ。女の裸に弱いのなら初めからそう言え。なら奴を知っているな。ジェルマダブルシックスのステルスブラック。ジェルマ本物なのか。浮遊装置まで。ステルスブラック。悪の軍団のメンバーが。戯言を言うな。しっかり捕まりたまえ。飛んだぞ。サンジ君、これって。説明は後だ。もはや死んでも構わねえ。ベポたちが捕まったようだ。百獣海賊団の連中、一旦奴を止めねえと花の都は大混乱になるぞ。違う、これじゃ。そうか、あれなら。の世界だ。もうかつての特権はありませんよ。ご飯ご飯はんご飯とお風呂立ってたんだ。そうか、私がお体拭かせていただきました。マリモ、てめえに話がある。潔く死ねえ。てめえが死ねえ。マリモ、take me back to days old.